R3 が一番強かった。カタカタカタパンパン、あレバーが、あの煽りかす、俺普通に半泣きになったもんな。 R3 に中二病なんですかって聞いたら、俺は変なやつだぜ、俺の刀は歯引きしてねえからよ、切れすぎちまうかもしんねえけどごめんな。マジチンリ楽しい、チンリ楽しいけど、多分いつかアケコンのレバー折れるんだよな、このキャラやってると。入力が忙しすぎてやばい、マジで。あ、そっか、ぶち折れる多分そのうち。力入りすぎだろ。もうみんな力入れてやってんのかな。え、なんか俺さ、あの控室でレバやってた時さ、みんな結構力すごかったよ。嘘。あの R さんが一番強かった。パン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 。でも灰谷先生とかシュートさんとか、うん、静かだったけどな。シュートさんあれレバレスだから。あ、そっか。R さんがすごい音鳴らしてただけ。そう。R さんでもそのレバーに文句言ってたよ。カタカタカタパンパン、あレバーが。そう、ずっとレバーに文句言ってた。R さんマジ一生対戦してたからな、裏で。ガチで暇そうだった。バトルハブしに来てた。いいな、マジで楽しそうなんだけど、現地めっちゃ羨ましいわ。ちょっと待って、コメント欄にさ、R さんいるんだけど。やばい。来ないかな、来ないかな。楽しかったよ、わらって言ってる。R さん来ないかな、今。R さん来ないかな。レバーにずっと向けてた R さん。R さん、ここのディスコに招待しよう、まず。ねえ。R さんと昨日初めて会ったんですけど、R さんに中二病なんですかって聞いたら、俺は変なやつだぜって言ってた。どういうことなの、変なやつだぜ。怖い。俺は、ゼロソってやばいやつなんだよ。アルソンやりましょうよ。どっちも怖いよ。中二病なんですかってどういう質問なの。質問が確かに。なんか俺それ聞いて。まあでもアルさんの写真なんかちょっとわかる。中二臭い。わかるわかるよね。ゼロソさんに。ゼロソの MR はやべえからな。言ったら確かにゼロソ。レン君、あの俺の刀は歯引きしてねえからよ。アリケンお前ダルシムで。ああ切れすぎちまうかもしんねえけどごめんな。パーフェクト4回あるもしかして。ない。そんなのない。それはないか。そんな中二病、中二病だ。ああ。でもなんかキンバリーも対策やらなくて良さそう。待って、高い。1800あるんだ。お願いします。おい。何それ。おお。今日どうですか、レバーの調子は。今日はもう家だから。家だから。いや外だとちょっと調子悪いんだ。昨日はね、あの、いつも使ってないレバーを持ってって。キンバリーね、あんまいないから。キンバリーね、ストリーマーにもいない。いや、イヌイドのぐらいじゃない、マジで。イヌイド、そうか、イヌイドがいたわ。アオリカス。イヌイドのアオリカス、まだ見たことないんだよな、あんまり。イヌイドもずっと使ってる。やってる時ガチなアオリカスだからな。俺、普通に半泣きになったもんな、ちょっと。そんなに誰も勝てねえ R さんに。なんとかあまりにも強い。全員刺された。キンバリコードやります。確かに何がきついか欲しいんだけど何もわからない。ね、基本的なことが結構あって、なんか どこがぼったくりになってるかとか知ると分かりやすいと思います。やっぱあのスプレーの瞬間移動は止めた方がいい、あれはやっぱ。見てたら止めればよくて、なんかこれって消えるまでも遅いし出てからも本当だ。これ見たら技を置いとけばもう吸い込まれていくから。へえ、全然弱いんだよね。青が見えたらね。うん、で上黄色が見えたら上だから、アッパーとか構えとけばもう簡単に落ちる。こっちが技だし、だ待ってたらやられちゃうっていう技で、相手の見てない隙を突くって感じなんだけど、一番ね、なんか基本的で大事なのは、キャンセル早掛けで近づかれるのが嫌じゃない、めっちゃ嫌。で、これで投げまくるみたいなの。めっちゃ嫌、それ。はいはい。これ基本、OD 使わないと、もう大パンとか中、中キックからのキャンセルってもう4フレ以上隙があるから、コパンをスペリは確定なんですよね。だからむしろ攻撃ガードしたら小技をしとくみたいな。うん、確かにここで投げを押すよりコパ振ってる方が。そうそうそう、あのガードしたら、大パンガードしたらコパ振っとく。これで大体なんかやろうとするとこうやって止まる。ほんとだ、
おもろ。これ OD 中断でも止まるから。あ、そうなんだ。タルシムのコパンが遅いだけこれ。いや、このいや多分 R さんが大ペイの後ガードしてたからじゃん。あ、隠るはずだけどね、4フレだったら。ほらこれガードしてるけど当たってる。なるほど。うん、本当だ、当たっちゃうんですよ。で、中キックはもっと隙があるから、もっと当たっちゃう。そう、だからとりあえず暴れる、この、すげえ、これで突っ込んでくる人は、暴れに弱い。ありがた。まあ、暴れからリターン取れると、もっといいね。弱、中とかにして、とか、ラッシュで伸ばすとか。はい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 。あー、で、うん、端の打撃重ねとかは、うん、もう頑張るしかない。あれは爆弾置いた後はやっぱキンバリーの有利な読み合いになるね。でちなみにこの近づくやつ OD にすると、うん、暴れ潰しになる。ほんとだ、負ける。そうだからキンバリー側はコパンを押せる人に対しては OD で暴れ潰しっていう駆け引きになってるんだよね。ただこっちゲージ使うからあんまり打ちまくりたくない。毎回それやってるとコスパ悪いよみたいな感じですか。そうですそうです、バーンアウトしちゃうんで。ああなるほど。まあでもやっぱキンバリー側はあの一次試験でボタンを押せる人かどうかを見てる見られてんだ俺ら突破したかな誰か。まあでもあれだよね、やっぱ無敵ないからもう一回ダウン取って攻め切った方がやっぱ勝てるよね。ああ確かに。あそう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 、ダルシム画面端連れてかれたらもう本当にやばいんで。でなんかダルシムと同じ匂いすんだよなキンバリーって。端めっちゃ強くてそれ以外がきついみたいな。ただやっぱ攻めはめちゃくちゃ強いからキンバリーは弱いキャラって思わないで、攻めてるキンバリーは超強いで、守ってるキンバリーは超弱いみたいな。画面端で剣に連れてかれてパーフェクトとかもう日常だから、無敵ないぞ。あまりに俺パーフェクト取られすぎてもう税金だと思うことにしたっていう剣と戦う、剣とかルークとかと戦うとね、うん、本当に信じられないやられ方をするんですよその何も思わなくなるんだよね本当に。そうだ、2、3試合に1回は絶対来るものみたいな感じで思うようになったっていうストロークの義務なんだ、うん、俺もそう思うそれいいな、その考え方。そうだ、 JP 相手とかだと多いよねそういうの、まあ、投げは食らおう、パリーしようみたいな。やっぱなんか慣れちゃうのが一番良くないから。あとムカついちゃうのとか、はいはい、だからもうはい切り替えてはいっつって。マリーでも結構高額納税者だと思ってるんですよね。いや高額納税者っすね、うん、マリちゃん。やっぱそうだな、マリーザ高額納税者だけど本当に政府の金から一気に金盗めるからなたまに返礼品とんでもないの大泥棒で吹き飛んでからな。ふるさと納税ってレベルじゃねえぞっていうなめちゃくちゃいいもんついてくることある。 R さんってランクマの実況とか何にしてるんですか、うん、え自分だよ。何にしてるんですか。あ自分なんだ。自分で聞きながら、あここおかしいなとかあったら、あの次の時にあの直す提案をするとか。はいはい、デバッグしながらやってる感じだね、あそういう意味でやってるのは自分がめっちゃ好きだからとかじゃなくて。まあそうだね、自分も好きだしみたいな。ふぅそうだね、だからそういう目的だったんだ。自動実況の俺と会話してることはよくある。いいこと言うじゃんみたいな。いいよじゃあ結構ナルシストなんだな、アルさんって。そうだよ